ニボーズは、フランス海軍のフロレアル級、フリゲート3番艦。艦名は、フランス革命歴の雪月に由来する。ニボーズは、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造され1991年1月16日に、寄港、1991年8月11日に、浸水、1992年10月15日に、収益する。 1993年10月9日に、ヌメアとメイメイ都市の関係を結ぶ。ニボーズは、レイユニオンに配備され、海外領土や経済水域の警備を主任務とし、海洋における、諸任務にあたる。2001年10月から、普及の自由作戦に参加するため、ペルシャ湾に派遣される。1999年9月から2000年3月に、かけて、インド洋周辺諸国を訪問する。 2004年3月にハリケーン被害が出たマダガスカルに救援のため派遣される。2005年3月にはケープタウンに寄港、その後6月にナミビアウォールビス米に寄港し2国間訓練を実施する。2008年後半にはソマリア沖の海賊に対応するため欧州連合によるアタランタ作戦に参加しアデン湾に展開する。二千九年四月十一日に モンバサ沖 900km にて、リベリア席の商船、サフマリンやアジアが襲撃されこれの救難信号を受信し、同月15日に海賊の母船を臨検して、容疑者を拘束した。2010年2月には再び、アタランタ作戦に参加するため、ソマリア沖、アデン湾に展開している。2013年5月10日、アタランタ作戦の一環として9日間にわたり、 ジブチからケニアのモンバサ港まで世界食糧計画がチャーターした船舶の護衛を果たす。CNN サス PECTED パイレーツレスキュードインガルフオブエデン2008年12月5日ニューヨークタイムズ11パイレーツセスドバイフレンチネイビー2009年4月15日 EU ネイブフォーウェルコムズフレンチウォーシップ FS ニーブスインオペレーションアッテランタハット EU ネーバルフォースウォーシップ FS ニーブスエスコーツワールドフードプログラムシップ2セーフティーありがとうございます